飲食店や雑貨店が立ち並ぶこちらの地下街、今日は全てのお店が閉まり、シャッター街のようになっています。本来であれば買い物客でにぎわうはずの札幌地下街、店のシャッターが閉まり、臨時休業を告げる張り紙が並んでいました。週末の札幌の街を空から見てみると、市民の憩いの場、大通公園にも人の姿はありません。こちらは札幌の観光名所の一つ、羊ヶ丘展望台。クラーク像が虚しく佇んでいました。幹線道路を走る車もまばら。郊外の大型商業施設は臨時休業のところもありました。普段の週末であれば多くの客でにぎわう札幌中心部ですが、今日は周りのデパートが軒並み閉まっていることから、人の姿はまばらです。南一条のスクランブル交差点、土曜日の午後2時でも歩行者がほとんどいません。全然人もいないし、シャッター街になってるなと思って、どこ見てもガラガラでしょ。びっくりしてます。みんな自粛してるのかなと思います。道はこの週末休業要請を出していませんでしたが、札幌では多くの商業施設が自主的に休業しました。街に出る人はどのくらい減ったのでしょうか。これは札幌駅の半径500メートルのエリアに1日でどのくらいの人が滞在したのかを表したグラフ。東京の企業がスマートフォンなどの位置情報をもとに毎日解析しています。1月は1日平均で8万4000人だったのが、北海道独自の緊急事態宣言が出された2月28日から3月19日までは6万7000人に、そして昨日とおとといの週末2日間は2万5000人まで落ち込みました。1月よりも実に7割も減っています。一方、市民生活に欠かせないスーパーでも大きな変化が。レジではこのカゴを置いて機械を通り過ぎてお金を支払うところまで一面ビニールシートが貼られています。そして少しでも声を発することが少なくできるようにと、価格の読み上げも現在中止されています。レジの前に貼られたのは飛沫感染を防ぐためのビニールシート。店にあったビニール袋やテーブルクロスなども使って急ごしらえで作りました。飛沫感染拡大防止のためという意味を込めてつけました。リスクを減らすために喋る機会を減らしていくという意味で、大変申し訳ないんですけども読み上げを中止させていただいております。このビニールシートをはじめ、買い物カゴやカートの手すりもこまめに消毒しています。貼ってある方が安心ですね。すごい神経使ってるからそして金融機関でも。すいません、入金をお願いしたいんですけれども。ご入金でございますね。かしこまりました。お受けいたします。お互いにマスクはしていて、この透明なシート越しですが、しっかりと会話をクリアに聞き取ることができます。この銀行では先週から窓口にビニールシートの設置を進めています。普通に聞き取れるし、声も素晴らしいんじゃないですか。お待ちいただく椅子などに隣同士でお座りにならないように対策シートのため の紙を設置させていただいて、一人置きに座っていただいたりですとか、 ATM もですね、あまり近づいてお並びにならないように床にテープなどを設置させていただいております。